認証完了王女様、ようこそスズリン見に来たよーん相変わらず薄暗いラボだねたまには空気を入れ替えてお日様に当たったらここは24時間換気されてるし側近の設備がスズリンがお日様に当たってないじゃん外に出て遊ぼうよダメダメ 防御システムから目を離したらまた前みたいな危険がそんなの外に出ない言い訳じゃん大丈夫だってこのおうの剣があればどんなモンスターでもちょちょいのちょいだよ分かったからまずドアを閉めて閉めたよー彼女たちの動きは 王女様が残した手紙は見つかったみたいだよでもあたしたちが謎解き地点に残した12個の装置はまだ反応がないままだねもしかしてあたしたちを探しに来ないんだうーんもう一人の足を買いかぶりすぎたか直接ここに連れてくればよかったかな島のモンスターたちは結構強いし。 騎士団でも苦戦しちゃうもんやっぱ助けが必要だよねみんなに謎を解かせてみたいって言い出したの王女様じゃないかこんなに遅いなんて思ってなかったよで他の計画はどんな感じうん機関装置バージョン1.0の開発は成功したよおお思ってたより早いねさっすが超天才 変。へへんまあまだ小さな欠陥があるけどね問題機関装置を作動するためにものすごいエネルギーが必要なんだそれくらいなんとかなるでしょ機関する途中で操縦する人がいなくなったら私たち全員そのエネルギーに吹っ飛ばされちゃうんだよそれちょっとした問題 とにかくバージョン1.0はこの世界の法則を回避する可能性を示してくれたよふんふんというと1一つ実験したんだ私のキツネマルを1つ元の世界に転送してみたのそれでどうなったと思うキツネマルが送ってきた映像の中に綾華姉たちの姿が見えたんだよみんなきっと私のことを心配してるはずだから そっか安心してこの王女が約束したんだから帰れるに決まってるじゃないうんそれで湖の状況はどう湖の水は減ってないけどニムビウスの濃度が下がっちゃった今の濃度でも物資の維持はできるけどそれ以上研究に使ったらうん湖の研究は 一旦保留だねそれと脱出装置は完成目前だよもし手に負えなくなっちゃったら地底から逃げようねえもしかしたらさその装置で地上に行って会長たちを探すことができるんじゃないアースと騎士団のみんながいれば平気平気自信満々だねじゃあ とりあえず掃除してこよっかな。まったねー。待って！あ、うん、行っちゃった。本当に大丈夫なのかな？あ、とりあえずいろんな事態に備えておくか。